天文館シネマパラダイス。天文館シネマパラダイスは、鹿児島県鹿児島市東仙国町、天文館の裏総表参道にある映画館。7スクリーンを有するシネマコンプレックスである。運営は株式会社天文館。略称は、天ラ。鹿児島市の繁華街である天文館は、戦前から映画館街として知られていた。1945年、 昭和20年6月17日の鹿児島大空襲で、鹿児島市の映画館はすべて消失したが、1947年、昭和22年までには、映画館5館が立ち並ぶ、映画館外が天文館に復活した。1953年、昭和28年の鹿児島県には42館の映画館があり、鹿児島市にあった第一映劇、第一衝撃、セントラル映劇、 ここまで3巻は、東戦国町、高島営劇、北東営劇、銀座営劇、銀鋭座、国際映劇、日本劇場。ここまで6巻は、山の口町の9巻はすべて天文館にあった。同年8月には、国鉄西鹿児島駅付近に、戦後初めて、大月川を越えた位置、南側に、映画館、新世界映劇が開館している。 全国の映画館数がピークを迎えたのは1960年、昭和35年である。この年の鹿児島県には104館の映画館が、鹿児島市には26館があり、天文館には26館のうち16館が存在した。京都造形芸術大学教授で映画評論家の寺脇健は、鹿児島で過ごしたラサール高校時代に天文館の映画館に入り浸って、 年間200本近い日本映画を見ていた。テレビの普及や住宅地の公害化に伴って映画業界は衰退していった。1972年度の鹿児島県の映画関数は最盛期の約半分となり、鹿児島県の映画人口は最盛期の12%にまで減少した。1999年、平成11年時点では鹿児島県内で 映画館が存在する自治体は鹿児島市のみであった。同時期の天文館には、シネシティ文化、5スクリーン、鹿児島東方、3スクリーン、鹿児島地区高島、2スクリーン、鹿児島東映、単独館、旭シネマ、単独館の5施設計12スクリーンがあった。2004年、平成16年には、JR 鹿児島中央駅前のアミュプラザ鹿児島に、 鹿児島県最大級のシネマコンプレックス、シネコンである、ミッテ10が開館。これによって、天文館にあった、シネシティ文化の収益が悪化し、また、鹿児島市郊外に、シネコンが開館することも決定していたことから、2006年、平成18年6月5日には、九州初の複合映画ビルで、あ、シネシティ文化が休館となった。さらには、 同年10月15日に、鹿児島市郊外に、シネコンの東方シネマズ余次郎が開館するのに合わせて、前日の10月14日をもって、鹿児島東方、1974年開館、サンスクリーンが閉館し、ついに天文館から映画館が消えた。ブラック工業が運営していた、シネシティ文化は休館後も工業再開を模索したが、2006年10月に、工業再開を断念している。 2009年、平成21年末時点の鹿児島県のスクリーン数は24巻であり、沖縄県を含む九州地方8県の中では、宮崎県に次いでスクリーン数が少なかった。2010年、平成22年4月28日には、三越鹿児島県跡地に丸屋ガーデンズが開店し、これに合わせてミニシアターのガーデンズシネマが開館した。これによって、約4年ぶりに、 天文館に映画館が復活している。ガーデンズシネマの運営を担っているのは、2007年6月16日に黒岩道子を中心として発足した自主上映団体、鹿児島コミュニティシネである。ガーデンズシネマの開館前から商店街主らによって、かつての映画街である天文館にシネマコンプレックスを開館させる計画があった。2012年5月1日には、 複合商業ビル、ラソ表参道がオープンし、5月3日には3階から5階に、7スクリーン計875席を持つ、天文館シネマパラダイスが開館した。名称やロゴマークは、公募によって決定されている。開館時のラインナップは、タイタニック 3D、スターウォーズエピソード1、ファントムメナス 3D、アフロタナカ、捜査官 X。 ジェイドガーなど10作品である。同年には過去の名作映画を再上映する企画、バックトゥ・ザ・シアターを行い、ブルース・ブラザース1980年やバックトゥ・ザ・フューチャー1985年などが上映された。天文館シネマ・パラダイスの運営会社は初年度の入館者数を20万人、1ヶ月あたり約2万人と見込んでいたが、開館後には 集客に苦戦している。開館月である2012年5月の入館者数は5773人。開館後4ヶ月半の2012年9月20日時点の入館者数は35821人であり、目標の約1、3であった。開館後1年間の総観客数は約10万5000人であり、開館前に目標としていた20万人の約半分だった。 なお、天文館シネマパラダイスの開館により、ガーデンズシネマの観客数は減少している。2013年、平成25年4月に発表された、福岡大学都市空間情報行動研究所の調査によると、天文館シネマパラダイスの認知度は80%に上るものの、実際に利用したことがある人は30%にとどまってた。またこの調査では、 天文館シネマパラダイスと JR 鹿児島中央駅前のシネコン、ミッテ10を比較して、天文館シネマパラダイスは交通の便や上映作品の質などが課題としている。ただし、天文館シネマパラダイスの開業後には、周辺地域の歩行者が増加し、空き店舗が減少するという波及効果も見られている。天文館シネマパラダイスの全事業費は約16億円であり、 その40%である約5億9000万円は国や鹿児島市からの補助金で賄われている。天文館シネマパラダイスは株式会社天文館が運営し、東方シネマズが番組編成を行っている。運営に税金が使われていることや、衰退した商店街に映画館を再開館させることには、開館前から賛否両論あった。放課や洋画の対策は、 もちろん、鹿児島県では上映されることが少なかった、短観系作品やアート系作品も多く、上映している。近年では、洋画でも字幕版よりも吹き替え版の人気が高いが、天文館シネマパラダイスでは、字幕版を多く上映するように努めている。ロビーの絨毯や壁は茶色を基調としており、落ち着きや高級感をもたらしている。内装はガラス在庫の薩摩切子をイメージしており、 鏡を多用して奥行きを感じさせている。ホール内の座席は黒色であり、各座席にドリンクホルダー付き肘掛けが備え付けられている。コンセッション売店ではポップ、コーン、ドリンク、軽食などを販売している。4台の自動券売機を設置しており、当日券全売券、インターネット予約券の発券などが可能である。映画鑑賞時にはブランケットや。 チャイルドシートの貸し出しを行っている。スクリーン1スクリーン3スクリーン4スクリーン5、スクリーン7の最後部にはアベックが2人で座れる、ソファ型のプレミアムシートが設置されている。プレミアムシートの設置は、鹿児島県の映画館としては、初のことだった。2013年、平成25年時点では、ファーストデー、毎月1日、入場料1000円、天パデー、 毎月10日、1000円、レディースデー、毎週水曜日、1000円、シニア割引、60歳以上、1000円、夫婦50%引き、夫婦のどちらか50歳以上なら2人で2200円、レートショー、20時以降開始会、1200円の6種類の映画料金割引制度を設けている。ラソ表参道と大型駐車場セーラ600には、 地下道で直結しており、駐車場から雨や火山灰に濡れずに映画館に来ることができる。2015年、平成27年時点では、天文館の商店街にある100件ほどの店舗と、経営しており、提携した店舗で映画の半券を提示すると特典が受けられる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。